家族は主人と小学生の息子が2人おります。主人と、長男と次男と、長女です。私と妻と息子の3人家族です。大阪市内は交通の便も結構多いんですよ。多くて、でやっぱりちょっとまあ子育てするのにちょっと危ないかなっていう部分があったりとかしてですね、阪南市はやっぱり緑に囲まれてて、すごく子どもたちも過ごしやすいかなと思って戻ってきました。このスカイタウンには幼稚園と小学校と中学校まで全てが揃っているんですね。で住宅街ですので大きな道ですとか線路などもなくて子どもたちが安心して遊べるなっていう点と、あとは公園がたくさんありますので、そこで子どもたちものびのびと遊べると思ってこちらに決めました。英語講師をしております。今はオンラインの生徒さんが増えてきて、夜遅くのレッスンができるようになったので、夜ご飯を食べてからの後の時間も有効活用ができるようになりました。今まだちょっと子供が小さいので、子供をまず考える第一にはしてるんですけれども、今サンドイッチの専門店をさせていただいてまして、卸だけなんですけども、店頭売りはしてませんけれども、はい、やっております。本当にこうやって自然に恵まれてるのと、あと公園がねたくさんあるんですよ。でやっぱりそれを子どもと一緒に公園に行くっていうのがやっぱり機会が増えました。海の活動に参加して子どもから聞いてますと、すごい魚とか海藻に詳しくなって、ですごい魚とかも丁寧に食べるようになりましたよね。で本当残さないというか何でも食べるようになったっていうのは、すごいこちらに来てよかったなと思います。特に子育て世代が近くに多くて、なので一緒に子育てする仲間がいるっていうのが一番私は良かったですね。すごくね温かいですよ。本当に本当に自分の子供のように気をつけてくださってるんです。そういう人と人との関わり方ってあまりなかったんですけども、阪南市にこちらに戻ってきて、もうそれはすごく感じました。